セツェルレグは、モンゴル国、アルハンガイ県の県庁所在地である。ハンガイ山脈の北東側ふもと、ウランバートルの南西 600km に位置する。人口は16,553人、16,618人、16,300人である。セツェルレグは、地理的には、アルハンガイ県南部のブルガン郡に位置し、道県北部にある、セツェルレグ郡とは異なる。 1992年、ゼツ,ツェルレグは、エルデネーブルガンとして設計された。面積は536平方キロメートルである。南方から見たゼツ,ツェルレグ、ゼツ,ツェルレグは古くから文化と商業の中心となっている。かつて、初代ハルハザやパンディタのルブサンペレンレイとは、別人によって建設された修道院があった。中央のグデンサム、右セムチンデラ、左セムチンデラがあり、 全ては1680年代初めに建てられた。ザヤ・パンディタ6世のジャムバチレムは共産主義者たちによって1932年に殺害され、中心のグデンデラは博物館になった。ザヤ・パンディタ7世はいるが、ほとんどをウランバートルで過ごしており、時々訪れる程度である。ゼツ,ツェルレグにはウランバートルとの定期便が運行されている空港、劇場、病院、 農業大学がある。主な産業は食品加工である。チェチェルレグの市場チェチェルレグの気候は乾燥した冬のあるアカンタイ気候である。微気候の一部でモンゴル内の他の地域と比べ夏は涼しく冬は暖かい。風速も平均と比べ穏やかである。冬で最も寒い月は1月で国内で最も暖かい場所となることがよくあり。 低、摂氏30度を下回ることは滅多にない。通常夜は低、摂氏15度から低、摂氏25度、日中は摂氏5度から摂氏15度程度である。2014年と2015年の1月における最低気温は低、摂氏26度、平均最低気温は低、摂氏16度であった。これは、 ウランバートルの平均最低気温摂氏28.5度よりも摂氏12度暖かく、フフホト市の平均最低気温摂氏16度と同じである。2015年1月の平均最高気温は摂氏0度、平均気温は低、摂氏9度でいずれもフフホトと同じである。2015年1月で最高気温が摂氏0度を超えた日が遠あり。 その中で最も暖かかった日の最高気温は、摂氏7度であった。これは、フフホトよりも暖かかった。モンゴル内では他に、ダランザドガドとアルバイヘールで穏やかな気候が見られる。瞬間的には、同じ気温となったが、平均最低気温と最高気温は、少し暖かく低く、摂氏15度、摂氏8度であった。チェツェルレグは、 USDA の植物生育可能地域後に属する。ルーラルポバティリダクションプログラムや2015、クライメートヒストリーフォートセッツァーリング、モンゴリア、ウェザーアンダーグラウンド、アーカンガイミティラロジクルデパートメント、クライメートヒストリーフォートセッツァーリング、モンゴリア、ウェザーアンダーグラウンド、トセッツァーリングクライメートノーマルズ1961から1990。 ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2013年1月13日閲覧 Our Sister Cities ベリンガムシスターシティーズ・アソシエーション2015年1月20日閲覧インタラクティブシティディレクトリシスターシティーズ・インターナショナル2015年1月20日閲覧ありがとうございます